ちは、しんどしんと言います。いつもスニーカーのことですとか、ファッションとかっていうのを、上げてるんですけど、ちょっと今日はちょっと筋トレとか、ダイエットとか、について、ちょっと話をしようかと思います。実は僕は身長170センチで体重56キロで、体脂肪率が今 3% 台です。僕です。はい。で、2年ぐらいトレーニングしてるんですけど、最初はずっと走ってたんですけど、毎日10キロ。半年ぐらい前から、4月ぐらいかな。4月ぐらいから、ちょっとスタイルを変えて、なかなか体重が落ちなかったので、10キロ走っても。なので、2つのことをちょっと始めました。それが、まず1つが食事。で、もう1つが、筋トレなんですけど。で、筋トレなんですけど、筋トレ前もやってたんですけど、よく、なんだろうな。YouTube のなんかご紹介してるなんかいろんなこういうのやってたんですけど、それとは別のものを取り入れました。でまず一つ目の食事なんですけど、食事普通に10キロ走っても普通に食事取ってたら普通に体重は落ちずに僕63ぐらいから、体重を落とそうと思ったんですけど、63キロから62キロ1キロ2キロ63キロってその辺を行ったり来たりしてたんですよね。で、なかなか落ちないってことで、食事を改善しようってことで、まず始めたのが、炭水化物をちゃんと摂ること。炭水化物僕抜いてたんですよね。あまり良くないみたいで、炭水化物はそんな、バカ食いとかは しない方がいいと思いますけど、普通に摂った方がいいです。で、あとは、タンパク質を、しっかり摂る。あとは、ブロッコリーとか、あと、ほうれん草を摂るということを始めました。で僕の食事は3食1日3食なんですけど、玄米か白米、あと鶏の胸肉を、自分は一応 170g 摂ります1食で。でブロッコリーとほうれん草を適量、これを、朝昼晩やってました。で実はこれそんな苦にならなくて、普通に鶏の胸肉って美味しいんですよね。で自分は塩抜きとかはそんなボクサーでもないのでしないので、普通に塩コショウだけで味付けして油は使わずにやってました。でそれをやったら、2ヶ月それをやりながら、その食事をしながら、もう一つやってたことが筋トレなんですけど、これを始めました。これアブローラーですね。でこれはめちゃくちゃいいです。これが一番いいと思います僕は。で普通に筋トレ3分間筋トレとかやるよりも、あれ負荷が最初はいいんですけど、確かにあれ腹筋割れてくるんですけど、最初はいいけど負荷が、足りなくなってくるんで、だんだん慣れてきたらこれがめちゃくちゃいいです。でこれなんですけど、結構間違ったやり方をする人が多くて、で腹筋にちゃんと負荷が、かからない人もおられます。間違ったやり方するともうこれ本当に腹筋に効いてんのかっていう感じの、人がおられます。で僕も最初はこれやっとる時にこれ腹筋効いてるのっていう感じだったんですけど、ちゃんとやり方を勉強してやるとめちゃくちゃ腹筋に効くし、あと上腕三頭筋とか胸筋にも効くので、もうすごくおすすめです。なのでちょっとこちらのやり方を紹介します。ちなみに、僕が63キロとか2キロぐらいの時はこんな感じだったんですけど、で今は今は170センチで56キロで 3.9% だと、今日もちょっとジム行ったんですけど、その時測ったんですけど変わってなかったです。 3% 台で、こんな感じになってます。はい、結構違うと思うんですけど、もうこのアブローラーと食事だけでここまで、変えれたんで、そんなお金もかけずにやってます。はい、ただ最近ちょっとジムは行ってます。その上半身とかその広背筋とかこれ効かないんで、ちょっとそこら辺をジムでやるようになりました。と
とりあえずこのアブローラーの、やり方の方をちょっと紹介したいと思います。じゃあちょっとやっていきます。まず体勢なんですけど、まあ、膝をつきます。ちょっと膝ついてやるんですけど、僕の場合はこれつま先上げます。で、とりあえず間違った例なんですけど、まず一つの間違った例が、こんな感じ。ここでは負荷がかかってるんですけど、ここでお尻から戻る、もうこの上体が全部戻っていくっていう、これですね。これは全く間違ったやり方なんです。全部負荷が逃げちゃいます。で、結構こういう方はおられるんですけど、これで腹筋にこれ効いてんのかっていう方がおられるんですけど、これは効かないです。全く効いてない。で、あともう一つ。顔が前向いてる人。顔が前向いてて、こう、こんな人。これ、すごい危険なので、これすると腰に負担がかかっちゃうので、基本的にアブローラーやるときは、猫背。で、顎を引いて猫背でやるのがいいです。まあいいというか、そうしないと腰に負担がかかります。なので、気をつけてください。あとは、まあ、ちょっと正しいやり方やってみますね。僕の場合は、後ろに戻れなくするために、ここのつま先上げます。いきます。ここで、あ、ボール。ここで、最後、V を作る。V を作る。最後はこう、V の字みたいな感じでね。これが正しいやり方です。間違ったのはこれ。これは間違いです。正しいのは、これですね。これが正しいアブローラーです。はい。ということで。で、ちゃんと腕をピーンと伸ばすと、伸ばしてアブローラーをやると、腹筋に負荷がかかって、ちょっとこう曲げてやると、上腕三頭筋にも負荷がかかります。なので僕は、まあ、伸ばすときもあるし、ちょっと若干こう曲げていくときもあります。そしたらこの上腕三頭筋にも、筋肉つくんで、よかったら試してみてください。ちょっと最後に通称立ちコロをやってみようと思います。いきます。まあ、最初は危険なので、やらない方がいいと思います。よいしょ。いきます。これが立ちコロです。はい。というわけで、以上で終わります。よかったら試してみてください。ご視聴ありがとうございました。